草なぎ剛が電撃婚。元スマップで俳優の草なぎ剛46歳が結婚したことが12月30日、分かった。報道各社への文書で発表した。関係者によると、お相手は一般女性で、この日婚姻届を提出。お相手の方は、妊娠していないという。ジャニーズ事務所を同時に退所し、新しい地図として活動を共にする稲垣吾郎47歳、香取慎吾43歳の中では、最初のゴールインとなった。長年、芸能界のトップを走り続けながらも、ラブロマンスが聞こえてこなかった草なぎが、電撃婚を果たした。近しい関係者にも、交際を知らせていなかったといい、ひっそりと愛を育んできたようだ。昨週、都内に一軒家を建設中であることが報じられており、結婚準備を進めていたとみられる。40代半ばを超えて、最近では結婚願望を、この年だから、常にあるよね、と、隠そうとはせず。好みのタイプに挙げていたのは、くるみを好きでいてくれる人。恋人に求めたのは、自身のインスタグラムに登場することも多い、愛犬のくるみフレンチブルドッグ、メスとの相性だった。今年3月、くるみが3匹の子犬を出産。草なぎもミルクをあげるなど、パパ、頑張ってますと、子育てに励んでいた。結婚記念日に選んだ12月30日は、くるみの4歳の誕生日。草なぎらしい親心でメモリアルデーを重ねることになった。